ドライバーは振り遅れない、ための練習方法をちょっと説明してみたいと思います。まあ、ここですね、ちょうど切り返しの部分が重要になります。ここです。ここで体のポジション崩れちゃうんですね。腕を振れない、腕を振り下ろすことができない方がここで多いです。下半身でリードをしすぎてですね、腕を振り下ろすという単純な動作ができない方、こういうふうにね、振り遅れてしまう。手が、よりも体が先に、先行してしまう。腕自体を下ろすという動作自体が、体を使おうとした時にね、こう起き上がったり、こう、体の体幹がブレてしまう。っていうことが多いんですね。だから体幹がブレないようにして腕を鋭く振り下ろすことが重要になります。で、練習方法を3つぐらい説明したいなと思うんですが、まずはこのようにね、前傾の角度をキープして腕を鋭く振ってみる。この時体がね、ブレないように、まあこういうふうにね、これがまず一つ目。割と単純。背中裏側を伸ばしながらね、そうすると全身を使って腕を振る。こう体、膝等がブレないように。膝が前に出たりね、体が起き上がったりする方が多いんで、そこを気をつけて腕を鋭く振ってください。次がですね、ちょっとこう、ここ滑る、こういうようなね、練習器具を用意しました。これで、やってみます。まあ、このようにね、ただ腕を、こう前後に振って、これだけでも結構体疲れます。これも、少し発展するとこのように、腕立ての形を作って腕を左右に振ってみましょう。これも体幹がしっかり安定して腕を遠くにというふうにね、すると腕の振り、体幹の重要性が理解できます。で、最後にもう一つが、まあ、体幹の重要性と腕の振りですね。腕をこう遠くに持っていった時に体幹がしっかり安定して、その後足を伸ばしたまま前に行くと。これが3つ目のトレーニングですね。要するにこう腕を振りたいんですけど、体がブレてしまった意味ないんです。ですから体幹のトレーニングと、そしてそれに対して腕をどれだけ鋭く振れるかというね、2つの体幹部の意識と腕の鋭い振りというね、この2つが重要になってくるんですね。だから腕を振りたくても体がブレてしまっては腕振れませんから、まず体幹のトレーニングから、それに付随して腕を振ると。このような感覚を、意識していくと、鋭く腕が振れます。で、鋭く腕がね、振れた時に体が、まあブレないっていうかですね、体がこう先行しすぎない、起き上がったりとかですね、しないように、腕を振るという練習が先ほどの3つの練習になります。これができてくると、腕を振った状態でもね、クラブが振り遅れないということができます。このような練習をたくさんやって、振り遅れないドライバーやってみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。